本影、半影、太影、本影は、一般には、天文学での観測者から見た影の領域を指す。太陽のような大きさを持った天体の光源の場合、観測者との間を物体が遮るとき、観測者が見る光源は、物体のない場合に比べて遮る物体の大きさにより明るさが少なくなる。この明るさの違いと観測者からの見え方の違いで本、影の他に、 半影、基本影と異なる3種類の領域が定義できる。天文学以外での本影、半影、基本影の0点光源では部分的に遮るということは起きないため影は全て本影となる。日常生活のように光源が複数ある場合、全ての光源から遮らない限り本影はできない。大きさを持った光源を物体が完全に遮る場合、これを本影という。 日食において観測者が本影に入ると回帰日食が見られる。大きさを持った光源を物体が部分的に遮る場合、この時できる影の領域を半影という。日食において観測者が半影に入ると部分日食が見られる。半影は本影に近くなるほど暗くなる。この半影になぞらえて医療において絵師の手前まで行った状態の体組織の部位を 半影体と呼ぶ。大きさを持った光源よりも、物体の見かけの視直径が小さいため光源をすべて遮ることはできず、観測者から見た物体の周囲を光源が包むように見える場合、この時できる影の領域を基本影という。日食において観測者が基本影に入ると、月の周囲に太陽光がリング状に現れる、金環日食が見られる。月の軌道を越えて伸びる。 地球の円錐形の本影。天体の大きさや距離の縮尺を保って表現してある。本影と基本影の領域は点で接している。基本影は本影の対角にあるためかつては体影とも呼ばれた。この接点では光源天体である太陽と遮る天体である月の四直径が等しくなる。稀ではあるがこの接点に近い場所を地球表面が通ることがある。 天体は大円軌道を描いており、日食の時に軌道によって、天体同士の距離によって観察者が本影と基本、影の両方を通ると、一度の日食で、回帰日食と金環日食が見られることがある。これを金環回帰日食という、ありがとうございます。